はい、それでは山本直樹選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての率直な感想を聞かせてください。はい、試合はまあ KO で勝ってたんですけど、まだまだ反省点ばかりで、でもまあやってきたことが少しずつ出せるようになったんで、次の準決勝決勝に向けてはしっかり全て出し切って、いい結果を残したいと思います。カーフの蹴り合いになってたと思うんですけど、その辺はどうだったんですか。蹴られる方も蹴る方も。そうですね、自分が先にカーフ蹴ってきて、あ、これずっと蹴られたら効くなと思ったんで、逆に蹴り返したら相手が効いてくれたんで、あ、ラッキーだって思いました。まあでも一応練習はしてたんで、パンチにはそういうの合わせるっていう兄貴とはしっかり作戦練ってたんで、まあ作戦通りできたとプラスに考えます。逆に修正しないといけないのいけないかなっていうのはどの辺ですか。そうですね、やっぱ相手が飛び座とか効いたと思うんですけど、そこでやっぱりもうちょっとコンパクトにいけたら自然と倒せれたと思うんですけど、やっぱ倒してやるっていう気持ちだけが前に出ちゃったんで、そこはやっぱ練習通りできずにちょっと気持ちだけが前に出ちゃったんで、そこは修正しないといけないと思いました。はい、それでは次戦1月ですね、対戦相手も横山選手に決まりました。改めて、意気込みの方よろしくお願いいたします。はい、ここからが、まあ、準決勝決勝と2試合になっちゃうんで、ここはベルトを取るという一番強い気持ちを持って挑みたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。すみません、ありがとうございます。